今日は、YouTube の方に小学5年生の女の子からのリクエストがありましたので、そちらを書かせていただきたいと思います。と、学校の授業でもうすぐ漢字の道という字のお聖書があるということなので、そちらを書かせていただきます。ちょっとポイントの方をお伝えしていきます。1画目と2画目、2画目の方が背が高いですね。1画目を書いて、ここに来たい、ここに来たいから1画目よりも少し高い位置から2画目を入れてあげてください。で、この首という字、この部分ね、横線がたくさんありますね。横線すごく大事です。横線同じ方向、すべて平行になるように書きましょう。同じ方向を向きましょう。どこかがちょっとずれてたり、どこかが、上向いてたり下向いてたり、平行でないと少し、筆使いができてもバランス悪く見えてしまうので、同じ方向に腕を引っ張って、腕を動かして横線書いてあげてください。で、ここ白い部分、同じ間隔で開けましょう。そしてここね、下の部分少しポコンって出てるの分かりますか？これをね、こうやって こういうふうにポコンと出ないで、ピタッとくっつけて帰ってしまう。首は首でいいんだけども、ここね、不思議なことに少し出てあげることで、とてもバランスのいい字になるので、ぜひここはちょこっとでもいいので、少しでもいいので出してあげるといいと思います。で、身量、首も大事ですが身量もすごく大事ですね。で、今日は私は、点はちょっとかぶせた点にしたんですが、学校によってはもしかしたらこういうちょっと反らせた点で書いてるかもしれないですね。それは学校に合わせてあげてください。点は太くてしっかりした点を書きましょう。しっかりした点を入れたら、ここに来たいですね。点を入れたらここに来る、点を入れたらここに来る。そして少し右上がり、こう来たらここに来る、右上がりで、ここでポンと軽く押さえてあげます。ポンと押さえる。そしたらここからここまで一気に行きます。押さえて右に上がって、ポンと押さえたら、ダダダン、ダダダンという、リズムに乗って手首でこうかな、こうかな、こうかなって書くんではなく、もうこっと、もう腕を動かしてリズムよく書きましょう。押さえて右に上がって、ポンと押さえたら、ダダダンと持ってってあげる。で、ここまで来たら、ここから少し上に上がります。押さえたら少し上に上がって、ここまで来ます。ちょうどタタタンのこの部分ですね。ここまで来たら、ここまで来たら、ここまで一気にドド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 ドと下がっていきます。押さえて少し上に上がったら、ドド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 と下まで一気にここまで下がります。ここが一番筆の太い部分です。ね、
見て分かりますね。細いのがダナ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 、ここまで太く来てる、ここマックス。そしたらここのゴールまではだん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 三角形ですね。だん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 こう狭まっていく、こう狭まっていってあげる。押さえて少し上に上げたらダダ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 ダッと、あ、ごめんなさい、ちょっとインクが出ない、もう一回書きます。押さえて軽く上に上がってダダ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 、ここが一番太い。そしたら右にスーッと払っていってあげる。でここの上の部分、心尿のここの最後のここ上の部分をよーく見てみると綺麗に流れてますね。ここに、お水をここに、ちょっとペットボトルにお水を入れてちょっとこう垂らしたりするとスル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 、綺麗にお水がスーッと流れていく感じがしますね。なんかこう流しそうめんがスル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 っと流れていくような感じ。どこかでポコンと出たり、どこかがポコンとへこんだりしてないですね。ここ滑らかな感じ。これを描くにはやっぱり手首だけでこう描くんではなくて、腕を動かして気持ちよく描いてあげると、描けるとか思います。はい、ぜひね、あの学校で描くときも、もう5年生になれば見た目のね、見た目もあ上手っていう字を書きたいっていう気持ちがとても強くなってくると思うんですが、もちろんそれも大事だし、あとはこうやっぱり伸び伸びとした元気な字、元気な線がやっぱり何よりも一番大切なことなので、ぜひ学校でも頑張って書いてください。